ファイルナンバー06、高松市在住、中途採用の多い派遣会社において新卒で入社以来確実にキャリアを重ねてきた鳩尾渚さん。お子さんが生まれてからの苦労や今後の目標に関してお話しいただきました。鳩尾渚と申します。家族は主人と小学生の子供が一人おります。で今は、人材総合人材サービスの会社で、スタッフコーディネーターの仕事をさせていただいてます。主には、求職者の方のお仕事のご紹介であったりとか、次のステップアップをするための、支援なんかのお話をさせていただくことが多いです。平成10年に新卒でこの会社に入りまして、ずっと今まで勤務をしております。一番初めは営業職だったんですけれども、結婚と出産を機にですね、管理部のお仕事の方に移動しまして、この昨年の春ですねから、スタッフコーディネーターの仕事をさせていただいております。この業界自体もそうだとは思うんですけれども、男性だから女性だからというような、いわゆる住み分け的なものはありません。で私は女性でも男性でも、力を発揮すれば、評価をいただけるこの会社にはですね、女性にとってはある意味いい会社だとは思うんですけれども、ただ片方で私のようにその育児をしながら、仕事をしていくものとしては、そこに差がないというところでやはり苦労する点もたくさんあるのは事実です。特に今のスタッフコーディネーターの仕事を始めて思うんですけれども、やはりお子さんを持たれてお仕事を探されてらっしゃる方、実際にお仕事をされてらっしゃる方に対してよくこう自分の実感としてその方の求職者の方の状況をつかむことができますので、そういったところで、ご苦労されてらっしゃるところであったりとか、心配されてらっしゃるようなことについて共感を実体験として得ることができますので、そこを共有しながら実際に当社の派遣スタッフとしてですねお仕事していただいているスタッフの方とお話をするところがすごくこうやっていてよかったなというふうには思います。まだまだ仕事とプライベートの両立っていうのが正直難しかったりするところもあるんですけれども、そこをこう自分なりにうまくこう、こなしていきながら、他の方のサポートを借りながら、やっていくところ行く中でですね、今後新たにそういう環境でお仕事をされて行かれる方のサポートが少しでもできるように成長していきたいと思っています。多分同じ悩みを持たれるような方もいらっしゃると思うので、そういった方にアドバイスができるように自分も成長していければいいなと思っています。